え気になる気になる。あ、えコラボさん、あそこにいるあれか。あれっすね。あ、これだ。あ、ちっちゃい。なんかちょっと岩っぽく見えるあれがそうなのか。あー、そうだちっちゃいちっちゃい。うん。言われるとね。ちっちゃい。お、いいんですか。よし。バッツといえばここですか。これまた生まれるんじゃないか。そう簡単には見せてくれない。はい、ちょっとねロックスのお子様ができたのでロックスランドを今建設してもらったのでロックスに乗るための蔵をちょっと作りたいと思います。早速作業台でロックスの蔵、あ、本当にもうロックスの蔵って名前なんだ。2個ぐらい作っておこうかな。よし、じゃあこれを持ってそれではロックスのとこに向かいます。ロックスに乗るにはこれをショートカットにでも入れとけばいいのかな。5番で、くらついた。乗る準備ができました。撫でる、違うな、買う。おお、 HP1000、 1000、 すごい。スタミナ240、ボコ空腹のようだ。あ、動いた。あ、すごい。あ、これダメだ。え、めっちゃ酔うこれ。待って、止まんない。待って、言うこと聞かないんだけど。あ、これ、あ、ちょっと待って、これ勝手に動いてます。ほら、え、ちょっと思ってたんと違う。え、何これ。ちょっと誰か乗って、バツくん飼い主、思ってたんと違う。しかしめっちゃ揺れるでしょ。めっちゃ揺れますね。これね、これやばいですよ。揺れがすごいね。じゃあそのままちょっと拠点のあっちまで運びましょう。これ、揺れますね。あの、揺れる。わかったんです。あー、あー、なぎたー、見えない、何も見えない。前見てなかった。抜きますね、これ壊して。これはね、なかなかですよ。個人的感想、素直な感想、いいでしょうか。はい、食い物用かな。乗り物用にしてはちょっとね、運動ができなさすぎてですね、ちょっと厳しいですね。ちょっと向いてないですね。まあこんな感じでちょっとロックスちゃんたちは、食用にしたいと思います。ということで、じゃあ作業に戻りましょう。はい、はい。
蔵をターゲットして持ってください。はい、ああ、おお、おお、で W で済みます。はい。おお、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 あ、これ止めるのは？どうですか？オッケー、オッケー。すごい。すごいでしょ、パワーが。すごい。すぐゲル吐きそうなんでしょ、これ。やばくない？揺れ。うん、やばい。レオさん、ちょっとやばい。やばい、やばい、やばい。これ、あの、2、3歩が限度かな。で、先ほど決定した決定事項のお話をしますとですね。はい。こいつらは食い物になります。え？まあ、そうです、ね。これ、さすがにね、ちょっと僕も、これでボスの方まで行けって言われると、ちょっと、着いた頃には疲労困憊してる可能性があるんでちょっと帰ろう、ちょっと休憩ってなっちゃうと思うのでなるほど。なのでちょっとね、あの基本的にはそのロックスのミートパイの、はい、まあ、材料にした方がいいんじゃないかと。いいことですね。はい、はい、